皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座201回目です。今日は金正が付け、墨に協力を訴えている場面の後半を見てまいります。で、えー、今回のサムネイルは、これは証の姫君が模擬の儀式をしている場面ということになります。 はい、えー、こちらがもう少し引いて場面全体を捉えた写真ということになりますで明石の姫君が模擬をするのは「源氏物語」の「梅替えの巻ですねでこちら右側は「腰結役という、えー、模擬における重要な役割を務めている「秋好む中宮」です。で えーまあ、源氏の明石の姫君のような、えー、源氏の、えー、娘として、えーまあ、東宮への受大が予定されているような身分の、えー、家柄の良い姫君そういった人が、えー、模擬をする時には親族の中でもより格式のある女性に腰結役をお願いするというようなことになるんですね。 ですから「源氏物語」の場合明石の姫君の場合には「秋子の夢中宮」というこれ以上はないというぐらいの女性に腰結役をお願いして明石の姫君自身の、まあ、いわば「白付け」「格付けに」に「格上げに」にまあ木をさせているというようなことになります。で中央のえ真っ白な装束を着ているのが明石の姫君ですね。 この模擬をする姫君は白い装束を着るということのようです。で、今回注目したいのは、実はこの女房たちの清,清掃の、えー、ことなんですね。今まで金色というものに、えー、触れた時には、男性たちの違法、つまり、まあ、側体姿の折に、 上に来ている、一番上に着ている上位上半身に着ている衣装この色が位によって決まっていて自分の身分よりも高い色の方という、まあ、上半身の上着を着てはいけないということがありました。で例えば、位のの。人は黄色の 頬を着るけれども、でこの人は別に6位の方は着てもいいらしいんですね。ですから緑色はいいけれども、でも紫色、C の紫色は着てはいけないというようなことになります。この金色について、もう一度、えー、押さえておきますと、複製の上で直拠、つまり天皇のお許しがなければ着ることができない、 衣服の色、それから色だけではなくて服地についてですね衣服に使ってある布地についても禁制があったということになります。で先ほど話しました違法の色というのは意くらいの色とも言いまして。 男性の場合なんですけれどもでは女性の色はどうなるんですかということになりますとこれは自分の夫とかお父さんの違法の色に、まあ、準じたようなんですね。ですから旦那さんが C であればその奥さんも C の紫色を着てもいいというようなことになったようです。たただ、こういっ金星はあくまでも、 公的な場におけるものですので、自分のお家で何色をえ器用がまあ、許されるというようなことになります。え、そしてまあ、今回は源氏の六条院で行われている模擬ですので、私的な。まあ、儀式ということに。なるんでしょうけれども、でも一応この写真を元にご説明したいと思います。で、女房の。 金じきの場合なんですけれどもこちらですね女房の場合には宮中などにおいてはカラギヌに金じきがあったんだそうです。で禁じられていたのは赤と青とそれから織物の金なんだそうですね。でちなみに青というのは当時は緑色系統のものを言いますので こちらのお写真の左側にいる、えー、女房、これはまあ、相当しないというようなことになりそうです。で、赤と青だけではなくて、織物もダメというのは、布地はみんな織物なんではないですかと思ってしまいそうですけれども、この織物というのは、まあ、平安時代などの小族の場合には、いろいろな模様を、 浮き出すように折った絹の布の布のことを言うんですねでえ、この折り物に相当するのがあこの秋子の無中宮が着ているからぎぬということになりますまあ、中宮なんですから当然すべての金色を帝から許されているというようなことになるんでしょうねそれに対しましてこちらの女性は これは織模様が浮き出ていませんよね。ですから織物でもないし先ほど言いましたようにこれはおそらく瑠璃色などに相当する色で、まあ、青色ではないわけです。ですから彼女は、まあ、もしこれを公の場になぞらえましたら金熟が許されていない女房ということになるんじゃないかなと思います。 はいまた前回の衣装に関するご説明の中で訂正しなければならない部分がありましたので補足したいと思います。前回はこちらのお写真のようにえ絹ばかま姿あるいは内木ばかま姿とも言うんですけれどもこちらの説明をしたわけです。でででそののの説明の中で内内すね内側に来ているこの 重ね色目のグラデーションを作る、まあ、衣のことですけれどもこれは平均が普通なんだとこのひらぎぬと書いて平犬ですね。均が普通だから、この衣装はちょっと豪華なんじゃないかと内気に折りが入ってるから豪華なんじゃないかというふうにお話ししてしまったんですけれども後から確認しましたら内気の実質が、えーまあ、裏は 平剣なんだけれども、表は綾なんだというふうに、まあ、専門書に書いてあったんですね。で、あその裏は平剣なんだっていうところを覚え間違いしてしまったんだなというふうに思いましたので、こちらで訂正しておきたいと思います。内木の実質は表が綾織物で、裏は平剣ということになります。はい、では、 資料はいつものように説明欄からダウンロードできますので、どうぞご利用ください。また、この講座で使用している本文は、小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しております。はい、ではいつものように本文の読みから入りたいと思います。前回、金正は付け墨に、 自分がアテミアをどうやらね、自分がアテミアと、えー、結婚できるようにアテミアのもとに忍び込む、手まあ手引きをしてくれというようなことをお願いしているような感じでしたよね。その続きの部分です。スけズミもいかでと思いたもることなり。しかれどあまたはべる中に老太きものにして。 しばしぼ放ちてはえあるまじとてみやよりもせちにのたまわするをかつはかしこまり聞こえさするものからえいだしたてられぬをみたもおればなんとかくしなさんはかたくはべるおぼすことにかのうともかしこに投げかれんことなん心苦しかるべき大将の主とうぐうにとおぼしたるを ここにと聞こゆるは空に遊ぶ雲の高く宿るばかりにはあれど宮遣へしたもう人必ずかの位に死も成りたまわずここにおわして金政より初めての君にてものしたまわんにはいたずらになるばかりに死もとのはおぼさじ身心より怒りておのこばかりの人はものしたまわずやわ 何かはこのことかいなくなりなばやがていたずらになりぬべきを助けたまわばまさりぬべくなんかようのこと知らぬ人のようになのたまいそやなどてかわらけたびたびになりぬあくるまで物語などしてあてやにかく聞こえたもう 昔だにおぼつかなかりつる御帰りさえ今はのたまわせぬこそ意味じゅうつらけれとていにしえの後を見つつもいしを今行く末をいかにせよとぞとて女の装いひとくだり預けたて祭りたもう中女帰りたまいてあて宮に御帰りごと聞こえたまわずとて 忌みじく恨み聞こえたもうめり、などかは心やりばかりに聞こえたまわぬ人には深くつらきものとしも思われぬものぞやなど聞こえたまえど音階にも聞こえたまわずはいそれでは語句を確認しながら意味をとってまいります。まあ、前回読んだ部分で、 つけずは兼正からもうアテニアのところに何とか手引きしてくださいというようなふうなことを持ちかけられていたわけですねでもしそのことが、まあ、露見して世間の噂とかになってそして親から感動とかねされてしまったとしても自分の一人息子として自分がしっかり貢献するから大丈夫ですと。だから、 私を手助けしてくださいというニュアンスのことを持ちかけていたわけですね。でそれを受けまして佐純は「佐純もいかでと思いたもうることなり」ということで「私もなんとかして差し上げたいとは思っているのです」というふうに言うわけですね。でちなみにこの佐純は正頼の三男坊でアテミアのお母さんを同じくするお兄さんですね。 兼政には右近衛筆での部下にあたるわけです。で私もなんとかしたい気持ちは山々なんですけれどもでもしかれどあまたはべる中に老うたき者にしてという状態なんだというわけですね。この、中にというのは正頼と大宮との間にたくさん娘がいるということを指しています。 雅頼には2人の妻との間に14人娘が生まれているんですけれどもそのうち大宮との間に生まれたアテミヤと同じお母さんから生まれた娘は9人いるということになるわけなんですけれども9人もいる中でもろうたき者にしてということで格別可愛がっておりましてしばしも放ちてはえあるまじとて。 とということでほんの片時でもそばから話したくないというふうに思っていて「宮よりも世知にのたまわするを」えこれは宮は東宮ですね藤原氏である奇の宮が生んだ朱雀亭の第一王子えまあほぼこちらへの受代というものが現在決まった状態なわけですけれどもでも東宮から 矢のような催促があるにもかかわらずかつはかしこまり聞こえさせるものからこの「かつは」というのは「一方では」という意味になりまして一方では、まあ、恐れ多くえ恐縮してその催促を宮から東宮からの催促を承っているものからへいだし立てられぬということでまだなかなか重大 まででは思いいいれないでいると言うんですねそういった様子を見たもうればなんということでアテミアのことをいかに親が大切にしているかということを、えー、まあ見ているのでね「とかくしなさんは固くはべる」ということで、えーまあ「あなたのために便宜を図らうのは難しいと思うのです」というふうに言うわけですね。 おぼすことにかなうとも、かしこに投げかれんことなん心苦しかるべきという、このかしこは大宮と正より、この助けにとっての良心ということになります。えですから、おぼすこと、金正のえまあ、気持ちにかなったとして、えまあ、金正には喜んでもらえるだろうけれども、でも、そういうふうにした結果、 両親にきっと、えー、非常に嘆かれてしまうだろうと両親がきっと非常にお嘆きになるに違いないと思うと、えー、もしそうなったら自分は必ず心苦しく思うだろうと、えーまあ、そういうふうにね思うので協力しかねるというようなことを言っているわけですね。まあ至極最もな言い分ということになります。 すけずにこのように言われてしまいまして、大将の主、金正はこのように言います。東宮にとおぼしたるを、ここにと聞こゆるは、空に遊ぶ雲の高く宿るばかりにはあれどと言うんですね。えこの高くの部分はですね、定本にはそのまま高くとあるんですけれども、テキストによってはここを他人にというふうに 改めているテキストもあるということなんですね。で、その場合には雲がアテミアで谷が金マス金正自身ということになります。で、この谷でちょっと読んでいってみたいと思うんですね。えー、そうしますと東宮への受戴をと、えー、考えていらっしゃる方、つまりアテミアをここにと私の妻にと。 いうふうに申し上げるのはまるで空に遊ぶ雲え空高く遊んでいるえ雲を谷にえ低い谷に宿そうというふうに言っているようなそういった身の程知らずの文在をわきまえぬ言い分ではあるのですけれどもという言い方になりますでえ、どうしてこういうふうにここで読んでみたのかと言いますと 似たような発想の歌が歌の贈答が春日盲での巻きにあるからなんですねこちらになりますこれは桂桂川のあたりに金正は別荘を持っているんですねでそこに年影の娘と一緒に行っていた時に須作邸から年、ね、年影の娘宛に歌が届いたんですでその歌が 月にだによらずなりにし白くもの谷に年ふと聞くはまことかという歌だったんですね。でこれ実は年影の娘はまだ少女だった頃に東宮だった朱雀帝から受大を要請されていたんですね。だけれども父親の年影が自分はもうこの宮塚貝から 陰遁してしまった身で経済的にま非常に苦しい状態ということもあるのでまあ、十分な貢献ができないというようなこともあって受胎はさせなかったわけですでそのことを言っているわけですねでえ月にだによらずなりにし白雲というのは月であるまあ、これはスザクテ自身を言いますねそこに えー、寄りつかなかった白雲えこのの雲が年影の娘です。それが「谷に年太と聞くはまことかということで谷つまり進化である、えーま、帝である自分のところに来ないで進化、えー、である兼正のところで妻として長年を過ごしていると、えー、聞いたけれどもそれは本当でしょうかというような言い方になります。でこれに対して、 年影の娘が返「した歌が次の歌ですね。白,の,白の宿るもうれし谷といえど空にし月の影も見ゆれば」ということでこの「年影の娘」は自分のことを「白雲ではなくてこの,この歌では「白らというようにまひげして言っていますね。儚い白らである私は谷 えー、行っても、えー、そこに宿っているのも嬉しいことでございますと嬉しく過ごしておりますとなぜならば空にしつきの影も見えればというのは、えー、空に帝の影を仰ぐことができますので月影を仰ぐことができますのでということで、えー、これは帝の、えー、素晴らしいご知性のもとで安心して 進化の妻として過ごしておりますというような返しになっているわけですこういった発想の歌があるものですからまあ、この本文を変えてしまうのは良くないんですけどねえただえ他人にと改めたくなる気持ちもわかるというふうに思うわけですで続きを読んでまいります で金正はこんな風に恐れ多いことではありますけれどもという風に言ってからでもというわけですね宮塚へ下もう人必ずかの位にしも成りたまわずこの宮塚へ下もう人というのはこれは受代した女性たち受代する女性たちのことを言いますかの位は妃、皇后の位ですね受代したからといって 必ずしも皇后になられるというわけでもありません。と、実際、正頼の正頼と大宮の長女である。自重殿女房は朱雀艇第一の長期ではあるけれども、皇后にはなっていないわけですねこれはおそらく自重殿女房の方が後から受胎したためにすでにえ記載宮が。 大長寿を生んでいたためじゃないかなとは思うんですけれどもでもそういったこともあるわけですですのでそうなるよりはここにおわしてと私のところにおいでになって兼正より初めての君にて物下まわんというこれはですね兼正自身をはじめとする家の者の全ての主人として一番の女性としてお過ごしになるいらっしゃると。 そうしていらっしゃるのだったらいたずらになるばかりにしも殿はおぼさじとこの殿は正頼ですねでいたずらになるは駄目になってしまうというようなことですけれどもえつまりは私のところで第一の妻として大切に扱われるのだったら正頼様もつまらない境遇に 落ちてしまったとか、つまらない境遇になってしまったと、えー、ばかりも大思いにはならないでしょうというふうに言うわけです。と言いますのも、金正はまあ、父親の大乗大臣はもう亡くなっているようなんですけれども、でも大乗大臣の子供なんですね。四んです。四男房だけれども、でも一番優秀で美しかったので、親からとても可愛がられていた。 そういった人物なんですね。ですから将来よほどのことがない限り、大臣にまでは上るはるずの人です。だからそういった大臣にな,ろうなるであろう兼政のもしかしたら大政大臣まで行くかもしれませんのでねそういった兼正の大地の妻として過ごすのも女性としてはねむしろ高級で剣を競うよりは ずっとね、まあ高級でねいろいろと、えー、女性同士の争いの中に巻き込まれていくよりは良いかもしれないですよねですからまあそういったことを言っているわけですね。はい、まあこういうふうに言われまして今度は「ケズみ」が言い返すということになりますね。ちょっととかななり駆けけけ引きといいい。うわででもないですけれども、すれどお互い えーまあ、なんとか相手を論破じゃないですけれども、まあ、解き伏せようというような、えー、ところが見えるやり取りですね。心よりこり,りの、えー、こ,こは分かりにくいところなので注釈の「1」で詳しく扱いたいとは思うんですけれども、えー、このまま読みましたら自分の、えー、心から兼、えー、正自身の心から 起こったことで、そして「おの子ばかりの人」という「男の子は男の子」のことですからこれは息子の中ただが他に肩を並べる人がいないぐらいの抜群の素晴らしい息子だということを言っているのだろうと思われますね。ですから素晴らしいたぐいなく素晴らしい息子さんがいらっしゃるんじゃないんですかというふうに言っているわけです。 兼正はそれに対して何かはというように、まあ、否定しているわけですね。そんなことはありませんというふうに否定しているのはこれは中忠のことをいえいえ不詳の息子ですと言っているにしてはちょっとその後に続く文脈が変なんですね。だから注釈の「1」で考えたいと思っているんですけれどもでもとにかくそんなことはありません。このこのとななくなりなば もし、えー、このことがうまくいかなくて、えー、思いがかな,わか,かなわなかったならばやがていたずらになりぬべきをこれは私はそのまま死んでしまうでしょうと言うんですねきっと。だけれども「助けたまわば勝りぬべくな」んというのはこれは このスケズミが自分の言うことを聞いてうまく手引きをして私の命をね思いを叶えて話命を助けてくれたならば勝りぬべくとこの勝りぬべくも分かりにくいんですけれどね、えー、私は、えー、このままだと死んでしまいそうだけれども助けてくれたら元気いっぱいになれますっていうのもちょっと変な話ですよねですからまあ注釈で考えたいんですけれども。 えー、続きをとりあえず読んでいきますね歌謡のこと知らぬ人のようになのたまいそやというふうに言います歌謡のことというのはですねこれは前回読んだ部分では恋を知らないアテミアのことをお兄さんの助澄が歌謡の心もまだなき人にてというようにまだ恋心というのも知らない、えー、少女でというようなことを言っているんですね で、火曜のことというのはですから恋愛のことを指しているとひとまずは取れるんですけれどももうちょっと恋愛でも踏み込んだことのようです。この歌謡のことについては室木秀行先生がですね角川ソフ,ソフィア文庫の脚中でですね同じ色好みとしての透けずみにかようのこと知らぬ人のようになのたまいそやと言ったものと返しているんですね。 ですから、あなただって色好みのくせに、えー、そ,そんな気持ちを知らないなんていうふうに、えー、言わないでくださいなというふうに言っていることになるんですけれども、えー、室木先生は、えー、この門川ソフィア文庫の討、えー、中で色好みであることを言っているんだというだけではなくて参考として藤原の君巻きですでにズミ、えー、がかつて 皇女女二宮との恋愛沙汰によって、えー、まあ、世間の評判になったことがあったというようなことが書かれていますよと指摘なさっているんですね。そういったことを踏まえて、色好み心を知らないようなことを、あなたがおっしゃらないでくださいよ、というようなことを言っているようなんですけれども、これについても注釈にで、 触れてみたいと思いますで、なのたまいそやの部分はなっその言い方で相手に懇願したり、えー、遠距離に禁止の、えー、気持ちを表したりする、えー、まあ、誤報ですねまあ、こんな風に言ってかわらけたびたびになりぬということで二人は杯をかわしていったわけですね重ねていったわけですで、あくるまで物語などしてと 夜明けまでずっとおしゃべりをしてそれから兼正はアテミ宮に各く聞こえたもうということで手紙を書いてまた佐純に託すわけですね。でそのお手紙はと言いますと「昔だにおぼつかなかりつる恩返りさえ今はのたまわせぬをこそ意味じ,じゅうつらけれ」と言うんですね。 えー、昔ですら、えー、玉坂だったお返事ですが、えー、今はそれさええー、いただけない、えー、よこしてくださらないことが大層つらいのですというふうに言葉で書いてから、えー、和歌として古の跡を見つつも窓石を今行く末をいかにせよとぞと読んだわけですね。 古の後ののというのは筆跡ですですから昔玉坂に頂い,いたお手紙を今もあえお手紙をえ、ま、昔玉坂にお手紙をいただいたえ時にすらえそのあなたの筆跡をえ拝見しつつ心を惑わせておりましたのにそういったお手紙をいた,いただけなくなってしまった 今となっては一体これから私にどうせよというのでしょうかというふうに読んだわけです。まあ、こんなふうに書いて「女の装い」「一下だり砕けたて祭り駕け立て祭りたもう」ということでえこれは女装束ですね「女の装い」え「ろとしてからぎぬともと墓かを一組にしてえ、まあ、かなり奮発した「ろく」まあ、ということになりますけれどもこれを「 すけずみに渡してこれはだからアテミアにお手紙を届けてもらう、えー、まあ、から、えー、そのお礼としてあげるということになりますでこれをいただいて中将帰りたまいてということでマサヨリの邸宅に帰ってきたわけですねでアテミアのところにすぐに行きまして恩帰りごと聞こえたまわずとて意味軸恨み聞こえたもうめりということであなたから お手紙がないということで大層あなたのことを恨めしく大思いのご様子でしたよというふうに言うわけですそしてなどかは心やりばかりに聞こえたまわぬとこの心やりは、えー、気持ちを晴らすことなんですけれどもここは気休めとか、えー、慰めぐらいの意味になりますね、まあ、気休め、えー、程度にでも お手紙をどうして差し上げないのですかとそしてさらに人には深くつらきものとしも思われぬものぞやとこのつらきものというのは白状ものとか思いやりがない人だというように深く思われないようにするのが良いですよというふうに言ったわけですねでこんなふうに言ったんですけれどもでも恩返にも聞こえたまわずということで アテミアはやはり金正にお返事を差し上げなかったということになりますでもやはり金正はアテミアの同母系であるスケズミという、まあ、仲介者を得ているというだけあってもういろいろとねスケズミに泣きついてえ一晩いろいろと話し合ってその翌日のことだと思われるんですけれどもすぐに アアテミアに金正の様子とかそれから金正から送ったお手紙とかがえすぐに届けられているという点では求婚者たちのねさまざまな状況を見てみますと金正は相当恵まれたスタンスにいるというような感じがいたしますね。はい、では注釈の1に入りたいと思います。 この御心より起こりて、おの子ばかりの人は物下まわず矢話のところが、えー、分かりにくいけれども、どのように読みましょうかということになります、えー。かなり意味を補って解釈する必要がありそうな部分なんですね。助澄の発言そのものは、おそらく角川ソフィア文庫が書いていますように、 ご自分で望んで結婚なさって立派な男のお子様中田ただがいらっしゃるではありませんかと言っていると思われます。でもこの言葉をどういうまあ流れの中で解釈すればまあ前後とつながるのだろうかということになるわけですね。で金正の過去についてちょっと考えてみたいんですけれども金正は 元服前、まだ若子気味と呼ばれていた頃に荒廃した京極邸に一人で暮らしている年陰の娘と出会って一夜だけけのちぎりを交わわしたわけですねで。それで生まれたのが中田,田だったわけなんですけれどもでも金政は何しろ先ほど話したように大乗大神家でもう非常に大切にされていた。 子子供ですのででですすののの男この一晩姿をちょっと行方不明になってしまったということで監視が厳しくなって年のの娘とところに二度と通えなくなくってしまったんですねしかもなんとなくついていった先でフラッと入ったお屋敷だったのでどこだったかもよく分からなくてそれで2人とも12年ほどもその先会えないと。 いうようなことになってしまったわけです。で、その間に兼正は元服しまして、え、そして、おそらく。政治的にね、親同士が話し合って結んだのであろう。女三宮との結婚があって、え、この人が、だから、正妻だと思われるわけですね。え、その他にも、驚くほどたくさんの妻を集めて、一条殿という邸宅に、えー、まあ、住まわせているという。と 自分の妻たちを一挙に集めて住まわせるというそういった色好みを発揮していたので世間で彼の色好みぶりっていうのはよく知られていたわけですね。ところが年陰の娘と10年余りを経て再会した以降は。 この年陰の娘と同居するようになって一条殿の方には全く寄りつかなくなってしまいます。で他の女性を、えーまあ、少量するというようなこともパッタリとやんで、えーまあ、年の娘一筋になるわけですねで世間の人々は「女さんのみや」という制裁がありながらもそれに満足せずにたくさんの 様々な身分の女性を集めていた兼政なのにえもう一人の女性に首ったけになってしまっていますので一体どんな女性があの兼政を射止めたんだろうという風うにその女性に痛く興味をそそられたわけですでもほどなく中だ二人の間に生まれた中だがえま元、あ、服を迎えて宮中に出資するようになると これほどの息子を産む女性だったらなるほど兼正が熱愛するわけだというふうに納得するわけですね。相当なな女性に違いいいと思っているわけですえ。そして後には兼正の妻が実は年陰の娘なんだということとかそれから年陰の娘は朱雀帝が東宮時代に求愛していて今も実はご執身。 なところがあるというようなことなども少しずつ貴族社会に知られていったというような流れがあるわけです。でこの「御心より怒こりて」というのはこれはですねこの正妻の女さんの宮とは親同士が結んだ結婚だったのに対して年影の娘は「 金正が自ら見つけ出して愛して、えー、自分の意思で迎えた妻であるというようなことを言っているわけですねそしてまた前回読んだ部分になるんですけれどもそこでは金正には男の子女の子が一人ずついるだけだというようなことが語られてもいました、えーねえー、金正には お兄さんもいるんですけれどもこのお兄さんの忠政は今藤原氏の氏の長者ではあるものの先ほどお話ししましたように金政の方がどうやらら優秀らしいんですね。ですから藤原氏の実質的な中核人物は兼政の方のようなんです。となりますと中忠はそんな藤原氏の中心人物の兼政の唯一の跡取りで。 なおかつもう他にいないような比類なきさまざ、あ、まな才能を持った男の人なわけですね。ですからそういった素晴らしい子供を2人の間にな、えーまあ、した愛妻を差し置いてアテミアを最も重い妻として扱うというような 今、兼正が言っているようなことが果たして本当にできるんだろうかというように佐純は兄としてやはりね自分のお母さんが同じ妹ですから小さい頃から一緒なわけですからね心配しているとその将来を心配しているということもあるのだろうと思われます。で実際、金正は、まあ、愛に生きる男性なわけですね。 女三宮のようにバッグに天皇がついているという女性を妻として持ちながらも全く貢献がなくて身分も財産もそれから後ろ盾という意味でも本当に何にも持っていない年影の娘の方を取ってるわけですね。そししてて彼女とと同居しているという 自分の愛だけが全ての基準というような感じになっているわけです。だから、もしかしたら同じように、年影の娘に対してしたのと同じように、女さんの宮がいても、アテミアの方を一途に愛するようになるのかもしれません。でも、すけずみからしてみれば、 中忠を見るにつけても、その素晴らしさを見るにつけても、須作帝をも引き,詰めて引きつけてやまない年陰の娘が一体どれほど優れた女性なのか。果たしてアテミアはそれを凌駕しているのかどうか。やっぱり不安が残るだろうと思うんですね。でもし万が一、金正のお眼鏡にさほどかなわなかった場合には、 たとえアテミアテであっても、これほどねえいろいろと無理を押して手に入れたアテミアであっても容赦なく女三宮と同様の境遇に落とされてまあ例えばもうアテてアはアテミアでね別の邸宅に置いて兼正は年影の娘と一緒に暮らしてほとんど やってこないと、と通ってこないというような境遇になってしまう可能性だってやっぱりあるわけですで。そんな不安を抱いている助澄に対して、その不安を金正は原価に否定したのが、えー、まあこの、えー、何でしたっけ、何かはという言葉なんじゃないかなと思うんですね。ですから、そんなことはありませんと、と心配いりませんというように、 え大丈夫でしょうかとそんな素晴らしい息子を産んだ奥さんが、えー、いらっしゃるのに、えー、その奥様を「えーまあ、奥様よりも当てアを大事にするなんてことできますか?」というふうに言ったことに対して「そんなことはありません何かは」というふうに言っているんじゃないかと思うんですね。で兼政、えー、は「思いがかなったら必ずや当てアを一番にします」というふうに言うわけです。 でもなんです、実際、まあ、こんな風に金正は言い切ってますけれどもでも実際どうなるかというのはおそらく実は金正自身にもわからないんだと思うんですね。えー、と言いますのも春日詣で金正は年影の娘にこんな風な虫の良いことを言っている場面があるんです。 これはアテミアテについてて言ってるんですね。「怪しくまだ若くお忘るを御形より始めて仕入れたもうこともあらまほしくものしたもうかな」ということでこれは「不思議とまだお若くていらっしゃるのにお美しいことははじめもとよりなさることすべてが理想的でいらっしゃる素晴らしい方よ」と言っているわけですね。そして、いかでこの君もがなと。 なんとかして、えー、このアテミア様を私の妻にしたいものだで、妻にして我が君と等しくてあらばこの我が君は今話し相手になっている年影の娘なんですね、えー、アテミアを妻として年影の娘と同等に扱ったならばいかに人驚かんと世間の人はどんなに驚くことでしょう いわゆるアテミアをいてなお絶えぬはこの侍従の母こそ勝るべけれど天下のあのアテミアを手に入れて、えー、それでいてなお年陰の娘への通いが途絶えぬということはこの自従これはこの時点での中ただのことですね。 ということはなかっただの妻の方が女性としてアテミアよりも優れているのだろう、きっとそうなんだろうと世間の人は思うだろうと言うんですね。なぜなら、等しきは珍しきをこそ思いまさめ、心憎しやと、これはもしも同程度だったら新しく来た女性の方に、 愛情が勝るはずだから同等ということは以前からの妻である年影の娘の方が優れているんだという理屈ですねえそれで心憎しやと「なんて素晴らしいんだろうと」と「奥ゆかしいな」というふうに世間が取り沙汰してなどこそ罵「のの調め」と「騒ぐことでしょうと」といかにぞあらん「ねとをしたまえ歌詞」ということで「どうですか?」と「嫉妬なさいよ」みたいなことを言っているわけですね。 でもし自分がアテミアを妻としたらと想像を語ってどうやら最後の方では年影の娘に嫉妬してもらいたいみたいなところがあったみたいな言い方ですね。でも年影の娘はこう言います。過去には長いの時期もあったんですと10年以上、えー、もう相手がどうしているかわからない、えー、まあ放置された状態だったわけですね。 ですから、あなたから完全に忘れ去られてしまうのでない限り、私は何の心配もいたしませんと言ったわけです。かつてはね、10年以上、兼正からずっと完全に忘れ去られてしまったんだと思って過ごしたわけですよね。ですから、同じようにならない限りはと。本当に玉坂にであっても、まあ、私を捨てないで。 私のところに来てくださるのだったら私は嫉妬なんていたしませんわと言ったわけですね。なんていじらしい言葉なんでしょう。そんなことを言われてしまうと金正は心ならずも離れ離れでもうこれ以上はないぐらいひどい暮らしに陥って長く過ごさせてしまった年影の娘の苦労を思うにつけても申し訳なかったと思うわけですね。 そしてこのことを思えばこそ天下のアテミアに対しても思いを伝えにくく思うことよというふうにかえって、えー、昔から年影の娘のことだけを思って過ごしてきたんだということを、えーまあ、自覚してね、えー、年影の娘への自分の愛情の深さというものを再認識してしまったというような場面があります。ですから まあ実際ね、言い切ってね、絶対アテミア一番になりますともと言っていても、実際はどうかなというところは金正にもあると思うんですね。はい、では注釈の二です。かようのこと、知らぬ人のようにな、のたまいそや、という部分ですね。で、角、えー、川ソフィアで、えー、室木秀幸先生が、すけずみは、 えかつて公助との浮き名を流したことがあるんだというようなことを指摘していらっしゃいましたねえそこを確認したいと思いますスケズミはどうやら身分違いの恋に挑んで噂の的になってしまったことがあるようですえこれがもう室木さんが室室先生がご指摘していた部分なんですけれども 金正がやっっぱり話し合っているところなんですねかの若宮渡りおぼし入れて兼政が思いも知れかしとかの若宮これが女二宮にあたる人のようですねあ。もしかしたら二宮じゃないかもしれないんですけれども、まあ、公女です。でその,人のその公女様とのことを思い出して私の思いをまあま 思いいってくださいと「あなたもかつてすごく恋焦がれたんでしょ?」うというふうに言うわけですね。それを聞いて「佐純は笑ってさる思いはべりてすいたるな立ちて見え騒がれはべりしかは人の上にいても今は忘れてもなん」ということでそんな思いを抱いて浮き名が立って大騒ぎになってしまったから今はもう人のことでもそういった。 ことには関わりたくないもんですよっていうような意味のことを言っているわけですね。えこういった話し合いをもう藤原の君巻の時点で金正は助けずとしていたわけです。で、この若宮というのは佐賀の院の梅つの康伊という人が産んだ公女で、今は助けずの妻になっているんですね。ですから助けずは 公女とまず支通をしてその結果え、まあ、既成事実ができてしまったから結婚をしようということでえ結婚を成し遂げたという相当な色好み男性ということになります。なので兼正にとってはまさしく同類なんですね同志です。これほど心強いいい仲介役はいないはずななずんでですねえでも ことここに至ってその「ずみがです、えー、至極常識的な言葉で、えー、昔からの年影の,娘年影の娘というか中忠のお母さんですねあの女性を、えーま、捨てることといいますかね、えー、差し置くなんていうことできますかというふうに言っているわけですね。で常識的な言葉で自分をすけずみが たしなめ始めたので金正はあなたは他の人よりも私の気持ちがお分かりのはずなのになぜお分かりではないようなことを言うんですかというふうに恨みつらみを言ったりしているというのがこの部分だと思われるんですねで、ちなみに平安時代中期よりも前の史実例としては公女が二世源氏と婚姻したという例が一例だけあるんですね ですから、スケズミ二世源氏なんですけれどもこの梅つぼの恋バラということは、まあ、おとりバラの控除ということになりますのでそういった控除とスケズミが結婚する可能性というのはゼロというわけではないですね、史実と照らしても。えーまあ、その可能性はあるとということになります、はい。では最後の注釈の3です。 人には深く辛きものとしも思われるものぞやのところですね。ここは、すけずみは恋愛経験豊富な色好み男性の立場からまあ妹にアドバイスをしているわけですね。求愛してくれる相手、まあ人と言いますけれども、この場合には恋文などをくれる男性のことだと思われます。そういった相手には情け知らずというふうにえ深く、 思われない情け知らずな方だと情の怖い方だというように、まあ、深く思われないというか恨まれないというかねそんな風にするものなんですよという風に言って聞かせるわけですね。何しろ妹はにだ恋というものを知らないわけですからね。でもそれでもアテミアはかたくなに返事を拒んでしまったわけです。 で一方、源氏物語の蛍の巻でも、紫の上がこういったアテミアをえ少し批判しているんですね。うつほの藤原の君の娘こそ、いとおもりかにはかばかしき人にて、あやまちなかんめれど、すくよかにいいでたる、仕業も女しきところなかんめるぞ、一様なんめるというふうに言っているわけです。まあ。 アテミアはしっかりした人で間違いを起こさないんだけれどもでもあまりにそっけない言い方とかそれから物腰とかあるいは徹底的に拒絶するとかねそういったところがちょっと女らしくないようであまり良くないですねというようなことを言っているわけですね。ですからマスケズミが女の人はもっと柔らかな 対応を相手男性にしなくちゃいけないよというように言っているのはけずみ、まあ、色好み男性スケズミの言い分というよりは当時の女性から見てもアテミアの態度は少し気,まず気真面目すぎて角が立ってしまうからえもう少し柔らかい方がいいんだというような感じだったのだろうなと思われるわけです。 はいでは動画は以上となりますが最後に講座のご案内をしたいいと思います明治大学リバティアカデミー講座で10月7日から全6回の講座「テーマで読む源氏物語第4シーズン」「源氏物語に見る評論」という講座を開講をいたします。でででこちらは対面講座ですので お茶の水、明治大学のあるお茶の水にお越しいただくという形での講座となります。でえこれテーマで読んでいくということで「源氏物語」をですね、その、えー、4期目ということになるんですが「源氏物語」の中にはさまざまな物事に対して「源氏物語」なりの批評を加えている、まあ、評論的部分というのがあるわけなんですね。でそれについて、 まとめて読んでみようということで例えば音楽論それから音楽の中でも金という楽器に関する論ですねそれから物語について述べた物語論そして教育論というものを見ていきたいわけです。でそれだけではありませんで第3回では第2回の金論を受けて古今の演奏会 これ現代では金のことを古金というふうに言っているんですけれどもそれの実際の音色を聞いていただくということになっておりますえまた第4回が第5回の2回連続で、えー、物語論の部分は明治大学名誉教授の日向和正先生に、えーまあ、お話しいただくこととなっております、まあ、こ,のこちらの古金演奏会の方は飛向達先生と いうえ古金家の方にお願いしておりますまあ、このような講座となっておりますのでもしもご都合がえまあ、あってご興味も終わりでしたらお申し込みいただけましたらと思いますお申し込み締め切り日は間近でして9月26日の木曜日1週間後ですねになっておりますのでえどうぞご一考いただけましたら嬉しく存じます はいでは本日の動画は以上となりますご覧いただきありがとうございました次回の配信は9月26日です次回はまた化粧人たちがアテミアに歌を送ってでもアテミアはもう東宮以外には誰にも返事をしないというような場面の前半を読んでまいりますなお最後,最後の 写真はこれは安曇野のりんご畑の写真をまあ、インターネットから探してきたものとなります。なぜかと言いますと、私の知り合いがえー、まあ、古くからの友人がですね。このほど安曇野に引っ越しまして、第二の人生を始めたわけです。そして、つい先日安曇野からりんごを送ってきてくれたわけなんですね。 非常に酸味のある果肉の硬いリンゴで、これはジャムにしたら美味しかろうということで試しに一つ煮てみましたら、やはり大変美味しかったんです。それで安積ののリンゴ畑は綺麗だろうなと思って写真を載せてみたということになります。それではまた。